こんにちは、いっこさん。動画ありがとうございます。いっこさんのね、ご経験とか、そこから出るご見識っていうかね、お考えとか、非常に分かりやすかったです。で、いっこさんやっぱりね、今でも可愛いですね。今の年齢をね、私がズバッと言うこともできませんし、まあいろいろとありますけど、いやー可愛らしいですよ、本当に。いっこさんだったらナンパされてもしょうがないなと思いますし、あとね、60代か70代のそのおじいちゃんね、なんか粋な格好して、やっぱこうお茶に誘ったりね、お買い物誘ったりする、その若さっていうかね、度胸ね、やっぱすごいなと思いますよ。私もね、年を取ってナンパするとこまでいかないんですけども、年を取っても女性をエスコートするね、余裕は持っておきたいなと思います。まあもう年だからって諦めてしまうより、そんな男性よりはね、随分私はね、救いがあるなと思いましたよね。そういうふうな年の取り方はしたいなと思います。まあただね、節度を持って、それから見境なくってわけにはいかないと思うんですけども、まあ、人生はやっぱりね、そんな長くないんで、トライアンドチャレンジかなと思います。まあいっこさんだったらね、いっこさんに声をかけたくなる男性の気持ちも私分かりますよ。それはいっこさんは可愛く生まれたんで、それはね、生涯追っていくカルマじゃないですかね、業っていうんですかね。やっぱりね、人はね、美しい花に、蜂が舞うようにね、枯れた花にはもう舞わないんですけども、まだいっこさんね、全然枯れてないですね。可愛いと思いますよ、本当に。これは私最初から言ってますけどね、アイドルいっこさんですよ。素敵な笑顔で動画見れて、私もね、ハッピーでございました。と、かなり前置き長くしましたけども、伝えたいことはね、やっぱり後半にあるわけですよ。私47歳、もうすぐね、来月で10月11日で48歳になるんですけども、やっぱりね、この年になってもね、中学生とか高校生の女の子は可愛いとは思うんですよ。その可愛いと思う、その度合いがね、若い頃みたいに彼女にしたいとか、なんとかしたいとかね、思うんじゃなくて、この初々しさとか、青春といいますかね、この何ですかね、青い果実って言ったらまたいやらしい方になっちゃいますけども、この繊細さを、この少女の頃の美しさを大切にしてほしいな、守ってあげたいなとは思うんですよ。だからといって私が積極的に何かアプローチすることもないですし、まあね、これから妙なことに巻き込まれずに、まあ、素敵な人生を歩んでほしいなと。で、途中でね、異性男性の手が必要だったら、それはね、本気で愛して、本気で恋愛してほしいなと思うばかりですよね。で、そういうふうな人生に邪魔なんですよね、20代30代で、まあ言ってみればね、モテなかった、で女性に対するアクションがなかなか取れなかったところで、力関係の随分弱いね、まあ、子供のような、娘のような、自分の娘のような女の子にさらにね、こう弁舌を弄して騙してね、自分の思い通りにしようというね、こういうのは、やっぱりこう男気がないなと思いますし、腹立たしいなと思いますよね。だからそういうのがいると、全体の男性がまたね、名誉を損なうというか、やっぱりね、少なからずあると思うんですよ。まあ、可愛いなという女の子にこういろんな妄想を抱くことは、でも同時にですね、それを、まあ、いかんいかんっていう感じで律していく、それがまあ男らしさなんではないかなと思うんですよ。で、やっぱり愛する人には素直に向かっていきたいですしね、それもやっぱりルールはないにせよ、まあ、節度を持っていかないと、私たちはこの決められた社会の中で暮らしてますからね、本能のままにとか、人間は固定概念に縛られてとかね、タブーを作るなとかではなくて、やっぱりそういう社会に住んでますんで、だからそういった常識を逸脱したい方は、常識を逸脱しても許されるようなところを、まあコストをかけてね、それを承知でお勤めになっている女性のいるところで、十分受け入れていただければいいと思うんですけども、やっぱりね、それを望んでない人に対してはないなと思うんですよ。私、究極はね、男女関係っていうかね、特に性関係に関しましては、強制的でなければ、それは全ては正当化されるんではないかなと思うんですよ。ただやっぱり判断力っていうのは随分差がありますんでね、
まあ、一子さんはいろんなご経験を積んだ後に、まあ、分別のある素晴らしい凛々しい、女性として育った時に、まあ、見境なくね、あの誘われることに対して、まあ、なんと言いますかね、対応できる能力はあると思うんですけども、それがねやっぱりできない幼い子っていうのはやっぱりね、だって12歳とか15歳で30代とか40代の男性が来たらやっぱね、ちょっと怖い、一種異様なものを感じますよね。大人の圧力と言いますか、うん、あと気持ち悪さっていうかね、逆らったら怖いのかもしれないっていう恐れとかね、それはやっぱり場数を踏んでったら男なんて大したことないって思えるんですけども、まだその時は幻想抱いたりね、怒ったら怖いんじゃないかと思ったりね、やっぱ精神的に支配されるところあると思うんですよね。だからそういった場合は、うん、年齢の低い女性とそこそこ年齢のいった男性とかねのその関係っていうのは、あの合意であってもそれは、うん、判断力の欠如による合意っていうこともあるんで、それも差し引いて男性にはね配慮していっていただければ、もっとね人を大切にする世の中ができるんじゃないかなと思うんですよ。まあ要はね、自分のためにそれを行うのか、まあ、誰かのためにねそれを行うのかってことですかね。誰かのためにっていうのも、まあ、例えば男女関係だったら、この人、この可愛い人を尊重するとかね、引き立ててあげたいとか、そういう気持ちで、関わるのままですよね。まあ、自分の、一方的な欲望を満たすために半ば強制的にとかね、それから精神的な束縛を与えてとかね、SNS やってることバレるぞとか、なんかお金あげるからみたいなね、そういうような精神的に縛るのは、私は良くないなと思うんで、この、ね、私のね男性の立場から、ちょっと今回は歯切れが悪いんですけども、男性の立場からね女性に警戒するようにというふうな放送をたまにしようかなと思ってるんですよね。はい、まあご用心ください。あの男性はそこまで責任感がある行動は取れませんので、ね、あの本当そうですよ。男性はね無責任でその場しのぎなんですよ。女性のようにねしっかりと現実をわきまえたりとかね、長いスパンでものを考えたりとか、相手を信じて尊重してっていうところもそこまでないんですよ。女性はそういうね男性でも一定の尊重とか敬意を、まあ、持ってるんですよね。だから自分から NG、ノーって言えないところがあったりするんですけども、そこにつけ込む男性はねもうすでに敬意を捧げるべき相手ではないんで、単なる家畜ですからね、まあ、走り去って逃げるがいいと思いますしね。まあでもそういう人と関わる関係の根っこを立たないといけないですね。まあスマホを持つなんとは言わないんですけども、 SNS はね、例えばプロフィールをお母さんのプロフィール書いとくとかねお父さんのプロフィール書いとくとかね、そんな感じで可愛い中学生や高校生の女の子だっていうふうに知り合いじゃない人からはね、一元さんから分からないようにしとくっていう防御があるんじゃないかなと思いますね。すいません、まあいろいろとつまんないことを申し上げましたけども、いっこさんの動画へのアンサーだと思ってください。ではいってらっしゃい。